アメさんこんにちは。皆さんね、基礎スキーっていう言葉を聞いたことあるでしょうか。で、基礎スキーをね、みんな知ってる方の中には、基礎スキーというネーミングね、違和感を感じるという方が、まあ、多少なりとも結構いると思うんですよ。で、基礎スキーってさ、基礎っていうからには応用あるってことですよね、その先には。でも、テクニカルプライスとかさ、クラウンプライスとか、あと、なんだっけ、技術線っていうものがあるじゃないですか。あれも基礎でしょ。じゃあ、あんなにうまいのに、いつ応用にたどり着くのっていう話ですよ。どこまで、どのレベルになったら応用なのっていう疑問があるんで、そうですね。だから僕は、基礎スキーっていうネーミングはね、こっちのネーミングの方がしっくりきます。ゲレンデスキー。あとは踏み固められた雪の上を滑るから、ピステンスキー、あとは日本特有のものだからジャパンスキーとかね、